はい、皆さんこんにちは、マグロレッドです。今回はなぜか超強化された PP 余らせネメシスをやっていきたいと思います。まず1枚目、狭間の生成ですね。これがもうとにかく強い。 1PP 余っていれば相手のフォロワー1体をマイナス22、 3PP 余っていれば自分のフォロワーをさらにプラス22という効果でして、何より強いのがゼロゴススペルという点ですね。いつでも使える、いつでも余らせとを組み合わせれるので、まあチャンスあればもうバンバン打っていくカードだと思います。で、コンセントレートみたいなカードもね組み合わせれますんで、もうこの辺をゼロコスで重ねてバンバン、使っていこうという感じですね。で、もう一枚、カプセルホムンクルス、これも新カードです。で、これもゼロコスなんでいつでも置けると。で、自分のターン終了時 PP1 以上なら2回復、3以上なら相手リーダーに2ダメージ両方働きますっていう風になっていて、まあ、この辺を組み合わせて序盤からもうがっつり盤面取って顔詰めてアグロしていくプラン、そしてもう一個、とっておきのコントロールプランもありますんで、そちらもね狙っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、対戦相手はネクロ、そして高校になりました。バレスナーはね、高校はちょっとさすがに置きづらい。暗記使いは持っとくか。まあ高校はね結構余らせきついので、別の勝ち筋を狙っていくのは手かなと思います。宮古から、まあ生成打ったら一応しょれますけどね。ただ生成今つく、おお熱っ、このカードマジで強いからな。狭間の生成、彼ら確定除去されるかな、これどうなんだろう。まあ、とりあえず暗記使いから入って、コンセントレートも来た。いや素晴らしいな、素晴らしいけど、4ターン目カルラ行きたいですから、次のターンはちょっと暇になるかな。どうしてもラグナベイク打っちゃいますか。前ではね、自滅して、自滅はなしでディガースにプレイして、うん。で、こっから当たるか。まあまあ、ディガーに攻撃力バフしてもあんま意味ないですからね。ディバイダー、いや、撃つしかないや、ウェイク。あー、マジか。まあ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 、いや、全然 OK、全然 OK。これでもいいっす。今の、アマラセネシス。なるほどね。うわ、強っ。6-4 か。これちょっと怪しいな。でも行くしかないか。うわ強ハンド、カルラ進化で、いやーちょっと、いや関係ないか、全処理確定か、確定ではないですかね。でほぼほぼ、あ、いや確定だわ。で、狭間の生成、狭間の生成、コンセントレート、カプセルホムンクルスで、はい、まずデバフ、デバフで、はい、ドローして回復、さらに破壊、そして回復ダメージ。何が起きているんだ。いや余らせこれ結構やばいことになってるでしょう。彼ら8-7ですからね、相手もしょれない。あー強制あるか、強制持ってるのは強い。ただリアニメイト3でカルラ出せましたね、美味しい。カプセルショルかな相手。でも彼ら放置も無理か、どっちも処理たいところですよね。うん、オッケーオッケー。で、ギルトで割って、結構苦しそうですね。ハンドが細いんで。まあ、相手もかなり顔詰めれてましたから、それで勝つ気だったと思うんですが、呪術ね。ディバイダーでもいいけどな。ペネトレイと言うほどこのマッチアップ刺さんないかもしれないので、置いちゃいます。で、進化フェイス。まあこれで回復も働きますし、アナライズも出てくると。いや強いなマジで、ゼロコス余らせ勢が強すぎ。ミルティオはオッケーオッケーオッケー。まあしょれても一面とかですよね、ゴーストと。ああ、なるほど、全然いい。回復なかったらもう今頃死んでた可能性ありますけど、これどう。さすがにカプセルホムンクルスは処理、まあだよな。オッケー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 。あーラミエル、ただ意味ないか。とりあえず柔術進化顔でアメスかけます。ペネトレート進化でもよかったけどな。ただペネトレート進化ここで相打られるんですよね、ミルティオで。おお、ディバイダー、ディバイダー、あ、ディバイダーでもできないか。まあでも柔術までは置けるけど置く意味ないですね。自滅してあれかな、アマラス発動させるかな、守護出てくるし、いいですね、素晴らしい。まあ当然当たって、ただこっからまくることできるデッキじゃないですからね。よし、ありがとうございました。いやマジで強すぎ、ホムンクルスとあの狭間の生成が強すぎる。ありがとうございました。
はい、対戦相手はエルフ、そして先行になりました。うわ、ペネトレイトもあり。今の環境も、何でもしょれますからね。今の環境とか、この新環境においては。ペネトレイトに一番美味しいパックですよね、多分次は。誰でも序盤からバフしてくる。サボテン出されたら嫌だな。サボテンちょっとめんどくさいけど。うわー、サボテン株持ってる。まあでも暗記使いしょれないでしょ、相手。ハサマ2枚熱すぎ熱すぎだけど、ここしょられたらきつい。でも、しょれないんじゃないですか先に行って多分、その、新宿ね、そうですよね。オッケー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 。で、顔来て、いや、完璧だ。まあ、やばこれ、ハンド。えげつないな。3枚打って、はい。もちろんフェイス行って、ツードローの破壊破壊。ひどすぎるなーこれ。しかもペネトレートいるでしょ。ギガントスパスチャーで、なるほどね、フォレストパトロールにバフを乗っけてスリードロすると。相手も結構めちゃめちゃやってますけどね。めちゃめちゃやってるけど、こっちの方が強い。ペネトレート出して、暗記使いいですね。しょって、まあもうちっちゃい人形もらえればいいや。やばすぎあの努力をすべて1コスで破壊するのもやばい。いや、いろいろ変わっていましたね、アマラセ。ペネトレートが実質も超強化ですからね。バーミンハンター。ただ、進化すると PP 回復か。うん。で、なんかフォロワープレイすれば、効果起動すると。でも相手も本当はここであんま使いたくないと思うんですよ、春目とか。あのロデオの人出したいと思うんで。うわ、料理人は強い、それは強いわやばい、危ないな、相打ちか。それでいやー、ちょっと結構やばいな。まあまあやばいっすねまあまあ返されたな。カルラ行く、カルラ進化アメスでもいいですが、ペネトレイト進化アメスアメスとかで行って、いや、それ微妙か。まあ、彼らかな。盤面作っていけばいいでしょう。ちょっとでもアグロ決まんなそうですね、これだと。あ、もうマッチアップによっては、ここで結構詰ませるような可能性もあるんですが。おー、決まりましたね。ありがとうございました。77守護ですから、さっきので結構リソース吐いてくれましたもんね。ありがとうございます。もう一戦行きましょう。思ったより早く終わっちゃった。はい、対戦相手はビショップ、そして先行になりました。これ、守護とかだとさすがにアグロできないよな。まあ、ゆっくりやりますか。コントロールプランもしっかり用意してありますから、そちらも狙いたいと思います。カプセルホムンクルス、ちょっと2パスになっちゃうかな。アミレットビショの可能性も全然ありますけどね。おー、呪術いいな。これが、先三呪術が通りやすいっていうのが結構先行の強いところかなと。相手も2パスですか。コントロールかな、ペネトレイト。だとしたら、これはしょられるかな。あー、方天コントロールっぽいな。次パスでよくない、別に。お、来た。いや、これ熱い熱い熱い。いや、こういうコントロール相手のね、必勝プランがあるんで、それを見せしたいですね。ラット入ってるんだ。回復かなっぽいな。回復美少。じゃあ、ドミネーターで、ホームクルスにかけておいて、とりあえず進化で、まあ、そうだな、強調でアナライズかな。まあ、次のターン、カルラで 1PP 回復、アナライズで、一面処理ってもできますもんね。アメレットなのかな、相手。ああ、もうがっつり遅延美少。はい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 。で、上からギリギリ殴ってくると。ライフ25あろうがね。カルラ、アナライズ、エンドで。まあ、生成打ってもいいけど、別にその必要ないか。まあ、ラーですよね。このマッチアップあんまりバフしてくんないから、ペネトレートたたんないですね。まあ、バフしてこないってことは盤面負けることはまずないっていう風にも取れるんで。生成2枚、ディバイダー置いて生成2枚打つ。1枚、まあいいか、2枚打つか。
で、これで下げて下げて、オッケー。お、コインドブラストだ。これも遅延にはもってこいですもんね。なるほどね。生成。まあもう何でも。一応2枚置いといて、エンドで。相手も勝ち確信してると思いますが、あ、そうでもないか。まあ、多分ゼルガネイヤプラスラグナーウェイクとかをケアしてるとすれば、あ、じゃあまずいな。悟られちゃうとまずいのか。この段階で、ゆかり出されちゃうとまずい。けど、ま、多分ケアできないと思いますね。まだ知らないでしょう。このパターン。ここでゆかり置くにしても、どうせ多分持たないんで。よし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 。来ましたね。じゃあまずラグナーウェイクから。はい。ビズヤをチョイス。そして、PP0 になるんですが、ホムンクルスにね、かけた 2PP 回復。そして 1PP 回復のリーダー付与。そして、ビズヤ。これで、まあ、ここ関係、バレスマ関係ないんですが、ライフ2にした後、2点が飛ぶと。まあ、なかなか、狙えるよな、これ、普通に。うん。高校とかの場合は、ラミエルでランプして、これ狙っていくっていうのはありですよね。先行は普通にアグロして、みたいな。あとはまあこういう、遅延系デッキを確実に倒すっていうのも可能です。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、これ結構バカになんないと思いますね。強化枚数自体はそうでもないんですけど、とにかくもう狭間の生成とホムンクルスが強すぎる。パワー化すぎて全然戦えるレベルだなと思いました。まあ、先行でがっつり盤面取っていくのもいいし、コントロールして、まあ最終的にね、動画でもやりましたが、ビズヤプラスカプセルホームンクルス。まあ、条件はちょっと3枚必要なんですが、達成さえすればね、もういつでも倒しに行けるんで、まあ、結構コントロール相手も強いかなと思いました。で、まあ、回復力とかもあるんで、なんでしょう、敵のアグロをさばくのも強いですしね、盤面も強いんで、まあ、結構、今まで勝ち筋がかなり細かったデッキなんですが、いろんな戦い方できるようになって、いいなと思いました。はい、というわけで今回これまでになりますが、ご視聴ありがとうございました。それでは。